ダグラス・フェアバンクスは、アメリカ合衆国の俳優、脚本家、映画監督、映画プロデューサーである。息子のダグラス・フェアバンクス・ジュニア、も俳優。元妻に、女優のメアリー・ピック・フォードがいる。息子と区別するため、ダグラス・フェアバンクス・シニアと表記する場合もある。フェアバンクスとメアリー・ピック・フォード1883年5月23日、コロラド州デンバーに生まれた。 父親のヒゼキアチャールズウルマンはペンシルベニア州でユダヤ人の家庭に生まれ後に弁護士になった。10代の頃からデンバーのアマチュア劇団の舞台に立つようになる。この間、コロラドの鉱山学校に通っていた。1900年代初めにニューヨークに移りウォール街でハードウェアストアの店員や証券会社の事務員として働いていた。ハーバード大学にも通っていたが中退し、 ヨーロッパへ渡った。その後帰国し演劇に興味を持ち始め、1902年にブロードウェイでデビュー。その後若手スターとして注目された。1907年に裕福な実業家の娘と結婚。1909年に息子のダグラスが生まれる。1915年にトライアングルフィルムコーポレーション参加で、 d w グリフィスのファインアーツ社と週休5000ドルで契約し映画界に入る。同年公開の怪談誌で映画デビュー。作品は大ヒットを記録した。翌1916年公開のグリフィス監督の名作イントレランスには古代バビロン編に早くで出演した。UA 創立メンバー。左から d w グリフィス、メアリー・ピックフォード。 チャールズ・チャップリン、フェアバンクス・ダグラスは一躍人気俳優となり、1916年に映画制作会社フェアバンクス・ピクチャーズを設立。1919年には、グリフィス、チャールズ・チャップリン、メアリー・ピック・フォードと共にユナイテッド・アーティスツ社を設立した。その後、解決、ゾロやロビンフットなどの冒険活劇映画でヒーロー役を演じ、絶大な人気を得た。 ほとんどの作品のアクションシーンをスタントなしで務めており、そのアクロバティックなアクションも人気だった。1916年に女優のメアリー・ピック・フォードとあるパーティーで出会い、双方に配偶者がいたが交際するようになる。ダグラスは1919 19年に妻と離婚、翌1920年にピック・フォードも離婚し、同年に二人は結婚した。 二人は1936年に離婚しており、ダグラスはその後女優、モデルのシルビア・アシュリーと再婚した。1929年の訪日時1927年に映画芸術科学アカデミーの初代会長に就任し、名実ともにアメリカ映画界のトップに君臨した。1929年には初来日している。1931年には映画監督として、 80日間世界一周を原作としたダグラスの世界一周をビクター・フレミングと共に監督、これの撮影のために再来日している。なお、この頃ロサンゼルスオリンピックの金メダリストの西、竹市男爵とヨーロッパへ向かう船内で進行があり、1932年にロサンゼルスで再開している。ハリウッド・フォーエバー墓地に眠るフェアバンクスの墓しかし、その後は、 人気も低迷し、1934年のドン・ファンを最後に引退。以後は映画プロデューサーとして、息子のフェアバンクス・ジュニア、主演の作品を制作していたが、1939年、カリフォルニア州サンタモニカにて、心臓発作で死去。その功績を称えて、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームには、息子のフェアバンクス・ジュニアと共に、名前が刻まれている。墓は、 ハリウッドフォーエバー墓地にあるフェアバンクスは1925年にフリーメイソンリーの会員になっている気欠ゾロ鉄仮面ありがとうございます